ニューヨーク市周辺の氷貿易の工程。上から、ハドソン川のチョコーリ湖、ニューヨークに向かう平船、平船からの氷の荷下ろし風景、洋上で補給を受ける蒸気船、氷の目方を測る場面、氷を買い求める消費者、アップタウントレードと呼ばれた裕福な客向けの売買風景、室に氷を運び入れる風景氷貿易は19世紀から20世紀。 はじめにかけて存在していた産業でアメリカ合衆国の東海岸とノルウェーがその中心的な役割を果たした。氷の貿易とはすなわち天然の氷を収穫して販売することであり、時代が下ると人工的な氷の製造と販売も始まった。販売された氷は食用になるだけでなく多彩な用途に使われた。氷貿易は それまでの冷蔵保存が難しかった時代に、アメリカの食肉、野菜、果物の生産、流通に革命的な影響をもたらし、水産業においても著しい漁獲口の拡大を可能にしただけでなく、様々な新しい飲料や菓子が生まれる契機ともなった。凍った故障や河川の表面を削って収穫された氷は、貯蔵リコに保管された後、船便や鉄道網によって、 世界中に輸送された。最終的な消費者や顧客のもとまで氷を届けるためにもっぱら利用されたのがニューマ社によるアイスマンの輸送網であった。氷貿易の歴史は1806年にニューイングランドの実業家であったフレデリック・チューダーによって始まる。チューダーははじめカリーブ海にあるフランス領マルティニークに氷の輸出を行った。この島に住む裕福な ヨーロッパの上流階級に氷を売ることを目指し、そのために自前のチョコーリコも建設した。しばらくすると、販路はキューバとアメリカ南部にも拡大し、ニューイングランドで氷の収穫と輸出を行う競合者も現れ始めた。1830年代から1840年代にかけて氷貿易はさらに拡大し、彼らの積みはイギリス、インド、南アメリカ、 中国、オーストラリアにまで達した。チューダーは特にインドとの貿易を通じて一財産を築き、ロンドンではマサチューセッツ州ウェナム湖産の氷がウェナムアイスとして有名なブランドになった。しかしその後、氷貿易は急速にその性格を変え、アメリカの東海岸で成長著しかった都市の需要を満たすとともに、アメリカの中西部における 市場開拓の実現を目指す産業になっていった。この頃には長く暑い夏が続くニューヨークとフィラデルフィアは氷の一大消費地になっており、需要を満たすためにハドソン川やメイン州から新たに氷が収穫されるようになった。鉄道産業が氷を利用した冷蔵車を導入したことで、シカゴやシンシナティ周辺の食肉加工業は、 現地で土地区した肉牛を生肉までして、アメリカ国内だけでなく海外の市場に輸出することが可能になった。低温保存の可能な鉄道車両や船舶も登場し、それまでは地場で野菜や果物を消費していただけのアメリカの農業は国を代表する産業となった。収穫した魚を氷によって保存できるようになったイギリスの漁師は、 さらに航路を伸ばして漁獲港を増やすことができるようになった。醸造業にも数年の営業が可能になるという大きな変化がもたらされた。アメリカによる氷の輸出は1870年以降は減少していくが代わりに国際市場で台頭したのはノルウェーだった。ノルウェーは船便によってイギリスやドイツに大量の氷を輸出した。19世紀末の最盛期には アメリカにおける氷貿易は9万人の雇用を生み出し資産規模にして2800万ドルに及んだ。この頃になるとチョコーリコは25万ショートトンの氷を収蔵できる巨大なものが使われていた。ノルウェーは人口の湖を並列的に利用して年間100万ショートトンの氷を輸出した。一方で自然氷は徐々に人工的に製造される氷や機械による 冷却装置などとの競争にさらされるようになった。はじめは信用もなく、高価であった製氷機による氷は、オーストラリアでは1850年代から、インドでは1870年代から自然氷を駆逐するようになり、1914年に第一次、世界大戦が勃発する頃には、アメリカで製氷機による生産量が天然氷の収穫量を下回る年はなくなった。 戦争中、一時的にアメリカでは氷の生産量が増加したが、戦艦期になると世界中で氷貿易は壊滅的な状況を迎えた。今日では、氷像を作ったり雪祭りを開催するために氷が収穫されることはあっても、19世紀に存在した産業としての氷の保存や輸送の連携はほぼ消滅してしまった。水を注いだ鉢にできた氷を救い取る。 イーラハーバードで営まれた製氷業19世紀に氷の貿易が出現する以前にも雪や氷を収集して夏の間に使うために保存する習慣は世界中で見られたが決してその規模は大きくなかった。例えば地中海沿岸や南アメリカではアルプス山脈やアンデス山脈の頂上付近から氷を収集することにかけて長い歴史を持っていて商人がその氷を 低地の都市まで輸送していた。同じような氷の売買は植民地時代のメキシコでも発達した。青銅器時代後期のアッカド人の粘土版からは、彼らがユーフラテス川にチョコーリコを建てて、冬に雪深い山々から氷を集め、夏の飲料に用いていたことがわかる。ロシア人も長年にわたり、冬にネバ川流域から収集した氷をサンクトペテルブルクで使用していた。 裕福なヨーロッパ人は16世紀以降冬に地方の領地から氷を集めさせるチョコリコを持っていた。そうした上流階級では飲料や食事を冷やすために氷が用いられていた。より人工的な方法で氷を生産したり飲み物を冷やしたりするための技術も考え出された。インドでは17世紀にはヒマラヤ山脈から氷が町に持ち込まれたが、それが あまりに高価であったため、19世紀頃になるとより、南の地域でも冬になると、少量の氷を製造するようになった。そのために、多孔室の土鉢に沸騰させてから冷ました水が注がれ、狭い掘りに敷いた藁の上にその土鉢を並べる方法が取られた。冬に好条件が重なると、夜の間にその表面に薄い氷の膜ができたので、それを集めれば、売り物になった。 フーグリーケンやイーラ・ハーバードがこの氷の生産地であったが、わずかな量しか取れず、硬い結晶というよりは、シャーベット状のヤワゴーリ、スラッシュ、とも言うべき状態がほとんどで、品質は決して良いものではなかったとされている。インドでは飲料を冷やすために、水と小石を混ぜる習慣があった。これは地元で取れる化学物質を利用した例であるが、ヨーロッパでも19世紀まで飲料を冷やす。 様々な化学製品が使われていた。典型的なのは硫酸であるが、実際に氷そのものを作り出す方法は存在しなかった。氷貿易の創始者こと、フレデリック・チューダー・ゴーリンの貿易は、ニューイングランドの実業家であったフレデリック・チューダーの奔走の結果として1806年に始まった。 彼は初めて商業的な規模で氷を輸出した人物である。ニューイングランドでも氷は高価な品であり、自前のチョコウリコを持っているような裕福な人間だけのものだった。とはいえ、1800年頃には上流階級の間ではチョコウリコを持つことがそれほど珍しいことではなくなり、彼らが有する土地で冬の間に凍った故障や、 河川の表面から切り出されて収穫された氷が集まり、チョコオリコはいっぱいになった。18世紀の終わりにかけて、ニューイングランドと隣接するニューヨーク周辺の地域では、夏の暑さもあり、急速に経済が発展するに従って、氷の需要も高まった。農民たちは、地元の水辺から集めた氷を公共機関や家庭に販売し、 小規模ながらそのための市場が形成されるほどであった。時にはニューヨークやフィラデルフィアからアメリカ南部に氷を販売するための貨物船が出ることがあり、航行中には氷が船のバラストとして積み込まれていた。チューダーの狙いは彼が輸出した氷が西インド諸島やアメリカ南部諸州の富裕層たちにとってうだるような夏に手を伸ばす贅沢品となることであった。 自分以外の人間が追随してくるリスクもあったため、チューノダーは氷の価格を維持するために自分が目をつけた新たな市場の独占を目論んでいた。その潜在的な市場としてカリブ海に目を向けたチューダーはボストン周辺の農民から仕入れた氷を輸送するための小船として一層のブリガンティンへ出資を行った。チューダーは当時の実業界から良くても変わり者。 一部では愚か者とみなされていた。1806年に最初の積み荷が出港した。チューダーはおそらくロックウッドにある一族の辞書から収穫した氷を試験的な意味も込めてカリブ海のマルティニーク島に出荷した。しかし現地に貯蔵施設が不足していたために売り上げは振るわなかった。チューダーの在庫分もこの地の客が購入した分も貯蔵することができず、結果として 氷はすぐに溶けてなくなってしまったのである。この経験に学んだチューダーは、ハバナに氷の倉庫を建造して運用した。1807年、英物を含む諸外国との通商を禁止する法律がアメリカで制定されたが、1810年には再び貿易が可能になった。チューダーはキューバに氷を輸出する排他的権利こそ得られなかったが、 現地にチョコオリコを抑えていたため独占状態を維持した。1812年には短期間だけ貿易が中断したが、しばらくして再開し、ハバナから本土へのキロに果物を輸入する事業も始めた。この果物は売れ残りの氷を利用して新鮮な状態を維持することができた。その後、出荷先はチャールストンやジョージア州のサバンナにも広がったが、 チューダーの商売敵も現れ、ニューヨークからの船便やケンタッキー州から流れを下る二船を使って、サウスカロライナ州やジョージア州へも氷の供給が行われるようになった。メイン州からキューバに出荷された氷を下す奴隷たち、輸入された氷の価格は競争の程度によって変動した。ハバナでは、チューダーの氷は1ポンドあたり25セントで販売されたが、 ジョージア州では高くても6セントから8セントで売られていた。チューダーは高いシェアを握る証券では時々の競争相手に価格を大幅に下げることで対抗していた。そういう場合には1ポンドあたりの価格は1セントという利益度返しの価格で氷が売られたため、ほとんどの場合競争相手は採算の取れる価格では在庫を処分することすらできなかった。 そうなれば彼らは負債を負うか、あるいは安値で売ることを拒否しているうちに氷が熱で溶けて消えてしまうのであった。そうなればチューダーは現地に保存のための倉庫を持っているため、再び値上げをすることができたのだった。1820年代の半ばには、ボストンから1年あたりおよそ3000トンもの氷が出荷されており、実にその3分の2がチューダーの2であった。 価格がここまで下がったことで、氷は相応に大規模な取引がされるようになった。富裕層だけでなく様々な階級の消費者に、氷の市場は開かれるようになり、ついには供給が追いつかなくなることすらあった。氷は直接消費されるよりも、商売人が傷みやすい品物を保存するために、使われるようになった。チューダーはメイン州にまで仕入れ先を拡大したり、 洋上の氷山から氷を収穫したりすることまで考えていたが、どちらも氷の供給源としては実用的ではないと判明した。代わりに、チューダーはナサニエル YS と組むことで、ボストンにおける氷の供給をより大規模なスケールで工業化しようとした。YS は1825年に、これまでよりも効率的に氷を正方形のブロックに切り出すことができるよう、馬に、 氷の裁断機を引かせる手法を編み出した。さらに、マサチューセッツ州のフレッシュ湖から氷を納入するようにして、1ショートトンにあたり30セントだった、収穫のコストをわずか10セントにまで低減させた。一方で、氷の断熱材となる、おがくずの仕入れは、年間に1万6000ドルにも上った。ニューイングランドに始まった氷の貿易は、 1830年代から1840年代にかけてアメリカ東海岸一帯に事業が拡大したが、一方で世界を股にかける新しい交易路も生まれた。最初のそして最も利益の出た新航路はインドであった。1833年、チューノダーは実業家のサミュエル・オースティンとウィリアム・ロジャースと組んで、ホブネ・タスカニー号でカルカッタ向けに氷を輸出しようとした。 同年9月に氷を積んだタスカニー港がベンガル湾に入るとこれに湧いたインド在住イギリス人のエリート層は夏の暑さで氷が溶けてしまうのを少しでも減らし一刻も早く陸揚げができるよう通常は東インド会社の規則で禁止されていた夜間の荷卸ろしをタスカニー港に許した上関税の非適用まで認めたこうして 賞味でおよそ100賞ととにあった氷は1ポンドあたり、3ペンスの小売価格で無事に売り裁かれ、タスカニー号の初の積みは9,900ドルもの利益を生むことになった。1835年にはチューダーはカルカッタ、マドラス、ボンベイへの定期便を事業化させるまでになった。マサチューセッツ州アーリントンのスパイコでの氷の収穫場面。 背景には氷を輸送するために利用された鉄道も描かれている。この時もまた、チューダーの競争相手がすぐにインド市場に現れ、カルカッタやボンベイにカイロで氷を輸出した。この地での需要はさらに高まったが、もともとこの地にいた氷の商売人はほとんどが駆逐された。カルカッタには現地のイギリス人コミュニティによって石造りの巨大なチョコウリコが建造され、 輸入された氷が貯蔵された。この氷を使って冷やされた果物や乳製品は少量ずつ千瓶で出荷され、その度に高値がついた。イタリア人の貿易省がアルプス山脈の氷をカルカッタに輸入する取り組みを始めたが、チューダーはカリブ海で駆使した独占手法をここでも実行し、あらゆる商売敵を市場から弾き出した。カルカッタは長い間、 氷の取引によって指折りの利益を生み出す市場であった。チューダー一人で1833年から1850年の間に22万ドル以上の利益を積み上げたとされる。他にも新しい市場が生まれつつあった。1834年には、チューダーはブラジルに氷と冷やした果物を出荷し、リオデジャネイロに船を寄港して取引を行った。この販路では、 砂糖や果物、あとには綿花を摘んで、北、アメリカに寄港することがもっぱらであった。ニューイングランド発の氷の貿易船は、1839年には、オーストラリアのシドニーに到達し、はじめは1ポンドあたり3ペンスで氷を販売していたが、後に6ペンスに値上げされた。この取引は定期化されるに至らず、この次の出荷は1840年代だった。冷やした野菜や、 魚、バター、卵のカリブ海や太平洋への輸出は1840年代に拡大し、これらの品物は氷を積んだ一層の船におよそ35樽も乗せて輸送された。氷を積んだ船はニューイングランドから香港、フィリピン、ペルシャ湾、ニュージーランド、アルゼンチン、ペルーにも到着した。1856年まで世界各地に広がった。 貿易先ニューイングランドの実業家たちの中には1840年代にイギリスで氷の市場を開こうとした者もいた。最初にそれに挑戦し、そして失敗したのがウィリアム・レフトウィッチであった。彼は1822年にノルウェーから氷を輸入してイギリスに輸出しようとしたのだが、彼の積みはロンドンに届く前に溶けてしまったのである。成功例としてはフレッシュコに 自前の供給ルートを持っていたジェイコブ・ヒッティンガーと、ウェナム湖に土地を持っていたエリック・ランドールのそれぞれ1842年と1844年の挑戦が挙げられる。どちらかといえば、うまくいったのは、ランドールの方だった。彼はイギリスに氷を輸出するための会社、ウェナムレイク・アイス・カンパニーを設立し、ロンドンのストランドに氷を貯蔵する倉庫を建設した。ベナム湖の氷は、 純度が高く冷却効果に優れているという触れ込みで、イギリスの消費者に地元の氷ではなくこの氷を舶来品として売り込むことに成功した。イギリスの水は汚染されており、健康に良くないと避けられていた。当初こそ一定の成功を収めたものの、事業は次第に縮小していった。一部にはイギリス人は来た。 アメリカほど一般的に飲料を冷やすために氷を使わなかったということもあるが、それよりもこの貿易は長距離輸送により氷が溶ける分を計算に入れるとどうしてもコスト高になってしまうことの方が大きかった。それでもなお、この貿易によって1840年代にアメリカからイギリスに輸送される品物は氷の積み荷と一緒に運ばれるため冷蔵保存されて、 価値が高まるという副産物はあった。アメリカの東海岸でも氷の消費量は増え始めていた。とりわけ、業務用、家庭用を問わず冷蔵保存という用途そのものに光が当てられたのである。氷は乳製品や新鮮な果物を保存するという目的からアメリカ北東部でも需要が高まった。氷によって冷蔵された品物は拡大しつつあった。 鉄道網によって各地に輸送された。1840年頃には、氷はより少量の商品を大陸を横断して、さらに西部へ輸送するためにも使われるようになった。アメリカ東部の漁師たちは氷を使って、自分たちが取った魚の冷蔵を始めた。東部では、企業でも、家庭でも、もはや冬にかけて、独自に氷を収穫することは少なくなり、 商品として流通したものを利用することがほとんどであった。事業向けの消費が伸びたことで、かつてのチューダーの独占状態は崩れたものの、取引量そのものが増大していたために、彼の得る利益はいまだ莫大なものがあった。需要を満たせるだけの氷を供給することこそが求められていた。百四十二年以降、チューダーたちはニューイングランドのウォールデニケに投資して、 さらなる供給源にしようとした。フィラデルフィアアイスカンパニーのような新しい会社もでき始め、新たに敷設された鉄道を利用して収穫した氷が輸送されたほか、カーショー機はより優れた氷の収穫法を取り入れて、ニューヨーク一帯に供給した。1850年代は氷貿易の過渡期であった。産業としては、すでに巨大な規模になっていた。 1855年にはアメリカ国内で600万から700万ドルの投資が行われ、全米の倉庫には常に200万ショートトンの氷が収蔵されていたと推計されている。しかしその後の10年間で産業としての氷貿易は国際的な輸出市場への依存からの脱却が進み、成長するアメリカ東部の諸都市、ついで急速に拡大する西部地域への氷の供給が その成長の柱となった。ニューヨーク近郊での氷の収穫を描いた場面。チョコーリコに搬入するためのバーティカルリフトが使われている1850年、カリフォルニアはゴールドラッシュの最盛期であった。これによって生じた贅沢品への需要に支えられて、ニューイングランドの各社は小船により、カリフォルニア州のサンフランシスコとサクラメントへ初めて、 氷と冷蔵されたリンゴの出荷を行った。市場の存在は確認できたものの、ホーンミサキを経由するルートの出荷は、経費がかさむ上に、需要を満たすほどの供給も難しかった。そのため1851年には、ロシア領だったアラスカに1ショートトンあたり75ドルで、氷が発注されるようになった。その後1853年には、サンフランシスコで、アメリカン。 ロシアンコマーシャルカンパニーが設立され、ロシアン・アメリカンカンパニー・オブ・アラスカとパートナーシップを結んで、アメリカ西海岸に氷の供給を行った。ロシア人の会社は、アラスカで氷の収穫を行うために、アレウト族住民を組織し、断熱材となるおがくずを生産するための製材所を建設するとともに、氷とそれで冷蔵した魚とを南に向けて出荷した。 事業コストは依然として高かったが、エム・トールマンという男性が、ネバダアイスカンパニーを設立して、新規参入し、パイロット側から収穫した氷をサクラメントに輸送したため、西海岸での氷の価格は1ポンドあたり7セントにまで下落した。アメリカは西部に拡大を続け、オハイオ州では、ハイラム・ジョイという男がシカゴに近いクリスタル・レークを開拓した。 クリスタルレークからシカゴまではシカゴセントポールフォンデュラク鉄道によって結ばれた。氷は市場まで商品を運搬するために利用された。シンシナティとシカゴでは氷がカキに豚肉を加工する作業を容易にするために使われ始めた。ジョン・エル・スクーリーが最初に冷蔵の加工室を開発したとされている。果物もイリノイ州の中心部のヒムロで保存されるようになり、 収穫とは別の季節に消費することが可能になった。1860年代には氷のおかげで当時急速に人気になりつつあったラガービールの醸造が1年を通じて行われていた。鉄道網がより優れたものになるにつれて氷の取引は地域をまたぎ、さらには東部へと拡大することになった。フェルディナンカレーによる初期の製氷機一方で1748年には 機械設備によって水を人工的に冷却することが可能だったことが知られており、1850年代の後半から人工氷を商業的な規模で生産する実験も行われていた。そのために様々な手法が開発されたが、1834年に発明されたジェイコブ・パーキンスのエチルエーテルを用いた蒸気圧縮型の冷却機関などが有名である。他にも、 ジョンゴーリエによる空気を冷媒として循環させる、機関や、フェルギナンカレーとシャルルテリエの名が、筆頭に上がる、アンモニアを冷媒に利用した、アプローチなどが知られている。これらの装置によって作り出された製品は、機械製氷や人工氷理など、様々に呼ばれたが、いずれにせよそれを商業的な規模で製造するためには、多くの困難が残っていた。人工氷を生産するためには、 燃料として大量の石炭が必要であり、機械への投資も必要だった。そのため市場で受け入れられるだけの価格で氷を製造することは容易ではなかった。はじめは技術的にも信用が薄く、何十年もの間、製氷機は爆発の危険とも隣り合わせであり、ひいては周辺の建物にも被害が及ぶ可能性があった。アンモニアを利用した製氷機は、 機械のジョイント部分から漏出したアンモニアがそのまま氷に残存する危険性も残っていた。19世紀のほぼ全体を通じて人工氷は天然氷ほど透明にはならず溶けると白いカスが出ることもあったため天然の氷とは違って人間が体内に取り入れるのは避けるべきだと考えられていた。それでも1850年代には アレクサンダー・トワイニングとジェームス・ハリソンはそれぞれオハイオとメルボルンにパーキンスのエンジンを利用して製氷機を作り上げた。トワイニングは自分の機械では天然合理に対抗できないことを悟ったがメルボルンのハリソンが作り出した製氷機はやがて市場から圧倒的な支持を得るようになった。オーストラリアからニューイングランドまでの距離は旅路に換算して115日はかかるため 400ショートトンの氷を積んで出発した船がシドニーに着く頃には氷は150ショートトンにまで溶けて減ってしまうこともあった。このぶどまりの悪さゆえにオーストラリアでは人工氷が天然氷に勝つのは比較的容易だったのである。とはいえこの時代は世界全体で見た場合市場において支配的なのは天然氷であった。 19世紀の半ば以降も氷の国際取引は盛んであったが、かつてのニューイングランドを起点とする交易ではなくなりつつあった。アメリカからの氷の輸出がピークに達したのは1870人であり、当時港から出荷される氷は65,802、ショートトン、金額にして267,702ドルに上った。こうした変化の要因の一つとして、 少しずつではあったが、インドで人口氷が普及し始めた点が挙げられる。ニューイングランドからインドへの氷の輸出のピークは1856年であり、14万6000ショートトンが出荷された。天然氷の市場としてのインドの地位は1857年のインド大反乱で大きく揺らぎ、アメリカで南北戦争が勃発すると、さらにその地位が下落した。 インドの氷の輸入は1860年代以降、次第に衰退していった。イギリスの王立海軍により、世界中に製氷機が持ち込まれたことに誘発されるように、1874年には、マドラスにインターナショナルアイスカンパニーが、1878年に、ベンガルアイスカンパニーが設立された。これらの会社は、カルカッタアイスアソシエーションとして共同し、 現地の市場からシワ叩く間に天然氷を駆逐した。ルイジアナ州アルジアーズを通る鉄道に隣接するジョコーリコ1865年氷貿易はヨーロッパでも発達した。1870年頃にはスイスのグリンデルワルトに近い氷河から雪を切り出す仕事に数百人もの人間が雇用されていた。フランスのパリは1869年には ヨーロッパ諸国からの氷の輸入を始めている。一方で国際的な氷の市場にはノルウェーが参入し、特にイギリス向けに特化して取り組み始めた。ノルウェーからイギリスへの最初の氷の出荷は1822年だが、より大規模に輸出が行われるのは1850年代になってからである。氷の収穫場所は、はじめ、 西海岸のフィヨルドが中心であったが、輸送機関が未発達であったため、ノルウェー国内で林業と海運業が盛んな南部、及び南東部の沿岸地域が貿易の中心地になった。どちらの産業も氷の貿易には欠かすことができなかったのである。1860年代の初めには、外国人実業家が、 ノルウェーのオッペゴール湖を購入し、ニューイングランドの有名な産地と同じ名前のウェナムコに改名した上で、氷をウェナムコ氷と称してイギリスへ輸出した。はじめこれらの交易はイギリス産業界によって行われていたが、次第にノルウェーの会社が主導するようになった。ノルウェー産の氷は鉄道網の発達にも助けられて、イギリス全土に流通した。 一方で漁港であるグリムズビーとロンドン間で1853年に鉄道が開通したことで首都に新鮮な魚を輸送するための氷の需要が高まった。インドへの出港を前に氷を積み込むセラピス号、アメリカ東部における氷の市場もまた変化していた。ニューヨーク、ボルチモア、フィラデルフィアなどの諸都市は19世紀後半に人口が急増しており、 例えばニューヨークは1850年から1890年の間に人口が3倍になっていた。そのため、この地域一帯では氷に対する需要が一気に高まった。1879年には、東部の都市の家庭が1年に消費する氷の量は3分の2ショートトンに達しており、100ポンドあたり40セントを支払っていた。 ニューヨーク市内の消費者に氷を配達するため1,500台もの入馬車が必要だった。こうした需要を満たすため、氷貿易の中心地がマサチューセッツ州からさらに北のメイン州に移るまで時間はかからなかった。これには様々な要因があった。ニューイングランドの冬は19世紀に温暖化が進んだ上に工業化によって天然の池や河川の汚染が生じたからである。 アメリカ西部と取引をするための選択肢も広がり、ボストン産の氷を輸出しても事業としては儲からなくなっていったことから、ニューイングランドを経由する取引は衰退していった。さらにこの地では森林伐採も進んでいたため、船舶の建造費も上昇していた。最後に1860年にはハドソン川流域の断頭により最初の氷基金が起こり、ニューイングランド産の氷は、 その在庫が不定したことで値上げを余儀なくされた。1861年にはアメリカで南北戦争が勃発し、この流れに白車がかかった。内戦によって北部から南部に氷を売ることは難しくなり、メイン州の貿易省は代わりに北軍に氷を供給した。北軍の兵士は南へと行軍する際に氷を傾向し消費したのである。 ジェームズ・ウェル・チーズマンは1860年に氷基金が起こった際に自分の事業拠点をハドソンから北のメイン州に移し同時に最新の技術や手法をこの地に持ち込んだ。チーズマンは内戦の間北軍とは有利な契約を交わし続けた。カレーの製氷機はニューオーリンズにも運び込まれ南部の取り分け病院における氷不足への対応が進んだ。戦後には こうした製氷機がいくつも作られたが、北部産の氷との競争が再開すると、この頃はまだ天然氷の方が安く、人工氷を生産しても利益を出すことは難しかった。しかし、生産効率が向上したことで、1870年代後半には天然氷は南部の市場から締め出されてしまった。 氷で冷やした水が樽から注ぎ分けられている1870年には、また氷基金が発生し、ボストンとハドソン川流域の産業に影響を与えたが、1880年にも同じ事態が続いた。結果として、事業者たちは、代替となる水源をメイン州のケネベック川に求めた。それ以降19世紀を通して、特に暖冬の際に、 ケネベック川とペンボスコット川、シープスコット川は広く氷産業のために利用され、重要な水源となった。1860年代には天然氷がシカゴで冷凍加工された肉をはじめとして、アメリカ西部から東部へと商品を輸送するために使われることが非常に多くなった。はじめは家畜運搬車両の所有者や東部の食肉処理業者からいくらか反対の声が、 上がったものの彼らは敗者として業界から去っていった。結局1870年代には東部業の貨物列車が1日に何便も出るようになった。低温で保存したバターはアメリカ中西部からニューヨークに入りヨーロッパまで輸出された。1870年代にはイギリスで消費されるバターの15%がこのルートで輸入されたものだった。シカゴ、オマハ、ユタ。 シエラネバダ山脈では氷を補給する駅が中継点として整備され、冷蔵車が鉄道網を介して大陸を横断できるようになった。さらに、サザンパシフィック鉄道が開通し、氷業者がシエラネバダ山脈からカリフォルニアに氷を運べるようになると、これがアラスカの氷貿易にとって命取りとなった。アラスカにおける氷産業は、 1870年代から1880年代にかけて競争にさらされた結果、壊滅状態に陥ってしまい、またその過程で地場の製材業まで破壊されてしまった。1870年代には、ベルブラザーズ社のティモシー・イーストマンによって、アメリカの食肉をイギリスに輸送するために氷が活用され始めた。最初の積み荷が無事1875年に届けられたことで、 翌年までに9888ショートトンの肉が輸送された。冷蔵された肉はそのための施設を備えた倉庫や店舗で小売りされた。イギリスではアメリカの肉があちこちに出回ることで国内農家が打撃を受けるという懸念もあったが、それでも輸出が止まることはなかった。シカゴを拠点にする食肉会社であるアーマーとスウィフトも1870年の後半に この冷蔵肉の輸送事業に参入した。両社は自社の冷蔵車を保有し、氷の補給ネットワークなどのインフラを整備することで、アメリカ東海岸でのシカゴの冷蔵肉の売り上げを伸ばした。1880年には年間15,680ショートトンだったものが、1884年には年間173,067万ショートトンにも達した。 天然氷の流通は19世紀半ばに開国した日本にも及んだ。当時の日本に氷を生産、輸送する能力はまたなかったためアメリカのボストンから天然氷を輸入しており、ボストン氷と呼ばれていた。これに対して日本での天然氷採集、販売業に乗り出したのが中川貨幣で各地で氷の採集を試み、最終的に 箱館の五稜郭から切り出した氷を輸送して販売に成功した。この氷を箱館氷と称して販売し、ボストン氷に対して販売競争で打ち勝つことになった。一方関西を中心に販売したのが山田圭介で、後に中川貨平の事業も継承して発展していくことになった。人工氷の製造は1880年になっても、 未だ大規模に行われているとは言い難かったが、19世紀の終わりにかけて技術的な向上があり、天然氷と競争できる価格で生産できるようになったため生産量が拡大し始めた。特に、初めは天然氷が輸送費などでコスト的に不利になる遠隔地で製氷機が定着しだした。オーストラリア及びインドではこの頃すでに人工氷の方が、 シェアが高く、1880年代から90年代には、ブラジルでも、製氷機が作られ始めて徐々に輸入より、国内生産の方が増え始めた。アメリカでも、南部でさらに多くの製氷機が導入されていった。長距離の輸送を行う会社は、冷蔵に必要な氷を大量に仕入れて使っていたが、需要が急に高まった時にも対応できたり、ストックの、必要がないという利点から、 重要な中継地点では、現地で製造した氷を使うようになっていた。1898年以降、イギリスの水産会社も釣った魚を冷やす氷には、人工氷を使うようになった。氷の収穫風景。ベルトコンベア方式で氷をチョコ売り子まで持ち上げている。そして、技術革新は、氷を運ぶ手間が省ける。要、直接冷蔵のできる部屋内し倉庫を作るという。 方向に向かい始めた1870年代には大西洋を横断する航路を取る船がわざわざ表を積まなくても済むようにしたいという意識が高まった。テリーエは蒸気船、ルフリゴリフィックのために冷蔵の可能な船倉を手掛けたが、この最初の冷蔵船は無事アルゼンチンからフランスへ牛肉を輸出することができた。 グラス号を拠点にするベルたちの会社は、合理への空気圧縮方式による、船舶用の冷蔵室の製作に、資金提供を行った。この時生まれた技術はすぐに、オーストラリア、ニュージーランド、アルゼンチンとの貿易に利用され始めた。他の業界でもそれに習い始める。カール本輪では醸造業者が、機械によって、ビールを冷却する手段を開発し、 天然氷への依存から脱却した。冷蔵倉庫や食肉加工の分野でも冷却装置に頼ることの方が多くなった。チョコオリコの内部に積み上げられる氷人工氷との競争が始まったにもかかわらず、天然氷はなおも北アメリカとヨーロッパの経済にとって不可欠であった。これらの国では生活水準が向上し、需要そのものが拡大していたのである。 1880年代は氷の需要がかつてないほど高まり、天然氷の貿易は拡大を続けていた。ハドソン川流域とメイン州だけで400万トン近い氷が常時ストックされており、ハドソン川では岸辺に沿って135前後の巨大なチョ貯氷湖が並び、2万人の従業員が働いていた。メイン州から南方へ氷を輸送する船舶は1735層に上り、 ケネベック側に沿って36社もの業者が事業を展開し、需要に応えた。ウィスコンシン州の湖でも中西部に氷を供給するために生産体制が作られ始めた。1890年には再び氷基金が東部を襲った。ハドソン川では全く氷が取れなかったため、実業家たちは氷が無事できていたメイン州に殺到した。投資家たちにとっては不幸なことに、 翌年の夏は非常に寒く需要も冷え込んだことから多くの経営者が大損を出した。この時期にアメリカ全土では9万人と2万5千頭の馬がこの貿易に携わっており2800万ドルの資本が氷事業に投入された。ノルウェーにおける貿易は1890年代にピークを迎え1900年までに年間100万ショートトンの氷が輸出されていた。 イギリスで大企業となっていた、レフトウィッチの会社は大量にこれを輸入して、1000ショートトンの氷を倉庫に常時ストックしていた。オーストリアもノルウェーに続いて、ヨーロッパ市場に参入した。ウィーンアイスカンパニーは19世紀の終わりには、天然の氷をドイツに輸出していた。アメリカでは、世紀末にかけて氷業者の合併が相次ぎ、ノルウェーなどの競合業者は、 こうしたカルテルじみた動きを非難した。メイン州出身の実業家チャールズ W ・モースは、不透明な金銭の流れを介して、ニューヨークアイスカンパニーとニューヨークのコンシューマーズアイス、カンパニーなどの経営権を握り、1890年には2社を、コンソリデーテッドアイスカンパニーとして統合した。さらにモースは強力なライバルであった、ニューヨークのニッカボッカーアイスカンパニーを1896年に、 買収し、この地方から毎年収穫されるおよそ400万トンもの氷を自由に動かせるようになった。1899年に、モースはわずかとなったライバル企業をアメリカンアイスカンパニーに合併し、アメリカ北東部における天然氷、人工氷の供給と流通を完全に掌握した。西海岸では、エドワード・ホプキンスがサンフランシスコにユニオンアイス、 カンパニーを設立すると周辺の様々な関連企業を統合して新たな巨大アイスカンパニーを作り上げた。それとは対照的にイギリス市場では競争が過劣なままであり価格も比較的抑えられていた。日本においては1884年から東京製氷が人工合理の販売を開始した。天然合理と人工合理は 激しい販売競争を繰り広げ、品質に関するネガティブキャンペーンを行った。人工氷は薬品を使用した有害なものであるという噂が広まって人工氷は苦戦を強いられたが、価格が天然氷より1割ほど安かったことに加え、品質を証明する努力によって次第にシェアを広げていった。年に皇太子が東京製氷の工場を見学し、 氷の中に花を入れた干渉用の花氷を持ち帰ったことから、宮内省への献上が行われるようになった。そして宮内省の御用指定工場となり、宮中への納入は機械製氷に限ると布告されたことから、東京製氷は大宣伝を行って、1897年には人工氷が天然氷を追い抜くことになった。天然氷の貿易は20世紀初頭には、 圧倒的な勢いで機械による冷却システムと人工氷にシェアを奪われていった。ニューヨークにおける人工氷の生産量は1900年から1910年にかけて2倍になり、1914年にはアメリカで毎年2600万ショートトンの氷が生産されていた。一方で天然に収穫される氷は2400万ショートトンに過ぎなかった。これは 世界的な傾向で、例えば、イギリスでは1900年までに103台の製氷機が稼働していたため、アメリカから氷を輸入しても全く儲からなくなっていった。毎年の氷の輸入量は1910年には1万5000ショートトン以下にまで落ち込んでいた。氷貿易に関する雑誌が名前を変更したことも象徴的だった。例えば、アイストレードジャーナル氏は、 リフリジュレーティングワールドに雑誌名を変更していた。第一次世界大戦中に車から氷を下す女性たち。この時代に氷貿易は最後の盛り上がりを見せた人工氷の普及は、この時代に氷基金が頻発したことにもその要因があった。例えば1898年のイギリスでも氷基金が起きたが、そうなると大抵天然氷の価格が跳ね上がったため、 人工氷に対する需要と新しいテクノロジーに対する投資期待が高まった。天然の氷の安全性についても懸念が広がっていた。汚染されたり不潔な湖や川から取れた氷の安全性を心配する声はすでに1870年頃のアメリカにはあった。1904年にロンドン市の依頼を受けて実施された調査の報告書には 輸入氷は入港直後に綺麗でも流通の過程で汚染にさらされるリスクがあり人工氷の方が衛生的であると記された。1907年にはニューヨークの専門家がハドソン側の氷は安全性が低くチョーチフスの細菌を含んでいる可能性があることを指摘した。これに対しアメリカンアイスカンパニーが反論を行い結局天然氷はそこそこ安全だとされたが 公衆は安全性の検知から天然氷を避けるようになった。こうした汚染に対する不安感を利用し、人工氷メーカーは自分たちの広告に、それに関する文言を取り入れることが多かった。1910年にメイン州アイスボロにあったアメリカンアイスカンパニーの施設が火災に見舞われるなど、火事が続いたことも業界に打撃を与えた。このアイスボロの火事では、 建物だけでなくそばに停泊していたスクーナー、小舟の一種まで燃えてしまい、13万ドルの損害が発生して、メイン州の氷産業は窮地に陥った。カンザス州での氷の収穫。貿易が商売として成立した時代が終わった1935年頃、人口氷との競争が新たな段階に入ったことで、天然氷を取り扱う会社の経営者はいくつかの、 選択肢を試した。例えば天然氷の会社自身が人工氷に投資をすることもあった。あるいは氷を収穫する速度を上げるために新しい道具を使い始めたりしたが効率化という意味では人工氷製造の技術革新とは比べるべくもなかった。天然氷の良さを広報していくためにアメリカ天然氷協会が設立され、また消費者に広まっている。 天然氷は人工氷よりも溶けるのが遅いという誤解に付け込もうとした。経営的に切迫した各社は地元では流通網を独占している強みを生かし都市部に供給する氷の価格をあえて上げた。最も有名な例の一つがチャールズ・モースと彼が経営するアメリカンアイスカンパニーで 彼らは1900年の熱波のさなかにいきなり、ニューヨークにおける卸売価格をほぼ3倍に上げ、小売価格を2倍に押し上げた。これはさすがに、スキャンダルに発展し、モースは、訴追を避ける目的もあって小売貿易に関する、自身の資産を手放さざるを得なくなったが、彼は、この結果1200万ドルもの利益を手にした。1917年に、 アメリカが第一次世界大戦に参戦すると、アメリカの氷貿易は一時的に盛り上がりを見せた。戦争中には、ヨーロッパへの冷蔵肉の輸出量が大きく伸び、既存の冷却設備に需要が殺到した。さらに戦争に向けて、弾薬の製造にも力が入れられたため、冷却設備に必要なアンモニアと石炭の供給が乱れるようになった。アメリカ政府は、 人工合理業者と天然合理業者の双方と協力して負担軽減のため天然合理を使うよう広法に努めるとともに適切な供給量の維持を図った。しかし、イギリスとノルウェーにとっては、この戦争は天然合理の貿易に悪影響しかなかった。ドイツが北海を U ボートで封鎖しようとしたことで輸出入が妨害され、 イギリスは希少な国内の製氷機への依存が高まっていった。マンハッタンのアイストラック戦後になると天然氷産業はほとんど存在感がなくなるほど衰退してしまった。この産業は完全に人工氷と機械による冷却システムにシフトするとともに家庭用に安価な電力によるモーター方式の冷蔵庫が普及した。1930年代にはアメリカで 現代的な冷蔵庫が一般的になり1950年代にはヨーロッパ各国にも普及したため家庭で氷が作れるようになった。天然の氷の収穫量は劇的に減少し、それまで氷を貯蓄していた倉庫は放棄されたり他の用途に転用された。本当の遠隔地では小規模な天然氷の利用はしばらく続いたし、コンテストやイベントなどで表像を作るために氷が 収穫されることはあった。しかし20世紀の終わりになると、氷産業はその物質的な意味での名残をほとんど止めなくなってしまった。天然氷は湖や川から収穫の後、輸送を経て各地で保存され、ようやく家庭や施設などで使用される。この過程における根本的な問題が、氷は溶けるものだということである。業者にとって溶けた氷はゴミに等しく、 輸出利益に他ならない。1820年代から30年代には、収穫した氷の実に10%しか消費者に販売できず、残りは半の途中で目減りしてしまっていた。19世紀の終わり頃には、氷貿易における消失量は大幅に減少したが、企業の効率によって20%から50%までの幅があった。 メディアを再生するペンシルベニア州ポコノスで氷を収穫するヨース氷防易は冬の間に湖や川から氷を収穫して夏に備えて保存することから始まる。水は温度が摂氏5度まで下がり周囲の空気が摂氏0度以下になると氷始める。アメリカ北部では人や馬が乗っても割れず一定の大きさのブロックに切り出すことができる氷の 厚さは少なくとも18インチ程度とされた。ニューイングランドでは1月から3月にかけて湖や川の氷が十分な厚さにまで育ち、ノルウェーでは12月から2月にかけて収穫を行った。天然の氷は質も一定ではない。食卓で最も喜ばれるのは固く透明なクリスタル状の氷で穴が開いていたり白っぽい氷は価値が低く、 産業用に回される。十分な厚みを持った氷は、水の表面積1エーカーあたり1000ショートトン前後が収穫可能である。自然にできた氷だけでは、不十分な場合、収穫量を増やすために、様々な対策が施された。ニューイングランドでは、川や湖の氷の表面に穴を開け、厚みを増す方法が取られた。あるいは人工的な湖を作ってしまう場合もあった。 その場合に肝心であるダムによって水をせき止める方法について手引きが出版されるほどであった。19世紀末にかけた需要の拡大に合わせてメイン州では低いところにある沼地で水をせき止めて溢れさせいくつもの湖が生まれた。ウィスコンシン州における既存の水車用貯水池などは氷の収穫場所としては最良であった。アラスカ州では 広さおよそ40エーカーにも及ぶ巨大で浅い湖が作られ氷の生産と収穫の量が引き上げられた。同じようなやり方はアリューシャン列島でも使われた。ノルウェーではさらに徹底していて供給量を増やすために農地に幅800メートルにもなるような湖が大量に作られ中には氷を作るための新鮮な水を引き入れるために海に面して作られた湖もあった。 19世紀末に使われていた氷収穫用の道具一揃い。左上から時計回りに、のみ、たがね、のこぎり、ちょうな、はり、アンカー、かなてこ、はさみ道具氷の切り出しには、様々な工程があったが、大抵氷が最も厚くなる夜に行われた。まず表面をこすって、雪を落とす。それから、氷の厚さが適切か確かめ、表面に刃物で、 ブロックとして切り出す線を刻んで印をつける。ブロックの大きさは氷の仕向け先によって異なり、遠いところに送るのであれば大きく、アメリカ東海岸の中で消費するのであればごく、小さく、後者の場合であれば、たったの0.56メートル角のブロックで切り出された。その後に氷は水面に浮かべて岸まで流された。温度によっては氷が溶けてしまうため、 作業スピードは天候次第であった。ニューイングランドでもノルウェーでもこの時期は氷の収穫がなければ換算期であり、地方には貴重な雇用を生み出した。作業の過程では様々な道具や装備が必要になる。氷上で作業する労働者や馬の安全を守る、孤力製の靴やスパイクのついた馬蹄などはその例である。19世紀の初め頃に作業で使われたその他の道具は、 間に合わせの工夫が施されたハシやのみなどだけであったが、1820年代後半には、ナサニエルはイエスが大規模な商業的収穫に適した様々な道具を新たに考案した。例えば葉を2枚平行に並べたブラウンのような馬に引かせる切れ効力によって素早くかつ均一に切り出し線を引いたり、後になるとさらに精進化が進み、手引きの子に代わって、 ブラウンの刃で直接切り出しを行うようになった。1850年代には専門的な道具のカタログまで生まれ、東海岸ではよく売れた。19世紀の大部分を通して、いわゆる丸の子を導入する価値について議論が行われていたが、馬の力で動かすことは現実的ではないとわかり、ガソリンエンジンが利用可能になる20世紀初頭まで氷の収穫に、 丸の子は導入されなかった。暖冬は氷の収穫にとっては致命的で氷が全くできなかったり小さなブロックだけが取れる量だったり安全に作業をできないような薄い氷になってしまう。こういう冬のことを北アメリカでは凍らない冬と呼んだがこの冬が来るといわゆる氷基金とも言われた氷の欠乏が起こった。アメリカで 氷基金が起こった年は1880年と1890年が有名で、ノルウェーでも1898年は温暖な冬だったために、イギリスは新たな氷の輸入元をフィンランドに求めなければならなかった。時代を通じて氷基金の度に製氷機による氷の生産への投資が進み、究極には氷貿易そのものの土台を崩してしまった。 フレッシュ湖から氷を収穫する権利を確定させたサイモングリーンリーフによる地図アメリカにおける氷貿易の黎明期には氷を収穫することに対してほとんど規制が存在しなかった氷には大した価値がないと思われていた時代が長くまた自由財とみなされていたからであるしかし貿易の規模が大きくなると氷の価値は高まり氷を切り出す権利もまた重要になった 法的には、船で航行が可能な水路とごく小さな川や湖のような公共の水辺に対しては規則が異なった。前者については、最初に権利を主張した者に氷を収穫する権利が与えられたが、後者では隣接する土地の所有者が氷についても所有権を持つ者と考えられていた。しかし湖には複数の所有権者がいることも多く、 フレッシコをめぐる争いが起こった時には法律家であったサイモン・グリーンリーフが1841年にその法的知見による解決を命じられた。そこでグリーンリーフは氷を収穫する権利は各人が所有する土地が湖に接する距離の比率によって分割されることとした。それ以降氷を収穫する権利は売買が可能になり、 フレッシュなどに隣接する土地の価値は急上昇した。1820年代に一英川の土地を130ドルで購入した地主が1850年代には2000ドルを積まれても断ったほどである。この裁定は将来的な争いの目を完全に積むものではなかった。川にできた氷は下流に流されるものであり、結局は氷が移動した土地でその所有権が争われた。 州によっては、他社が所有する原型のままの氷を傷つけるのを禁止する法律が定められたが、それでも所有権の争いが始末の終えない事態に至る場合もあった。例えば1900年から1901年の冬には、パイクノースレークカンパニーとライバル会社である、ウィスコンシンレークアイスカーティジカンパニーの従業員が、氷の収穫権をめぐって争い、しまいには、 前者が砕氷船を繰り出して、校舎の収穫地を破壊して荒らす騒動に発展した。天然氷は、普通収穫してから、エンドユーザーが消費するまでに何度も移動を繰り返した。その手段は様々で、小舟や平ら線、鉄道、ワゴンなどが扱われた。小舟は特に初期の氷貿易において、重要な輸送手段であり、 アメリカから世界中に輸出する時だけでなく、アメリカ国内にまだ鉄道網が存在しない時代には、重宝された。スロープを使ってスクーナーに氷を積み込む、場面氷業者は氷を積みにとして出荷するときには、船をちんだりしたものだが、フレデリック・チューダーははじめ自前の船を一艘購入し、その後の1877年にチューダーカンパニーは3艘の、 高速な貨物船を買い揃えた。18世紀の終わり頃に氷は初めて船で出荷されたが、積み荷というよりバラスト代わりであることもあった。しかし、バラストとして氷を運搬するためには、氷が溶けて位置が不安定にならないために正確に切り出す必要があり、1825年に YS が節氷器具を発明するまでは、なかなか容易なことではなかった。 YS のやり方でできる均一な氷のブロックであれば、限られた船の溶石に対して多くの量を積み込めるし、溶けにくく、ロスも減らすことができた。普通氷は、おがくずと一緒に隙間なく、積み込まれ、空気が入って温度が上がらないように船倉は閉じ切りに、された。その他にも、氷を保護するために、藁や松の木材が、二次期に使われた。おがくずは、 断熱材として大量に必要であり、ニューイングランドでは1830年代に製材業も同時に発展した。当時おかくずは他に使い道がなく、むしろそれが問題になっていたが、氷防易で使えることが分かり、地元の製材業は大いに助けられた。氷を運ぶバージ、平船、氷を運ぶ船は、とりわけ頑丈でなければならず、氷が溶ける前に積み荷を、 所定の位置に運べる優秀な人材を集めるため、作業員は工具された。船体の素材には、溶けた氷で、サビが発生しない容器が好んで使用され、19世紀の終わりには船底に溜まった水を汲み出す、風車式の動力を備えた、ビルジポンプが据え付けられた。氷は常に溶け出すため、水と蒸気が発生して、乾燥腐敗が起こり、 氷を積み荷とする船の寿命は短くなる傾向にあった。積み荷の量は一定でなく、港と航路によって様々だった。19世紀後半のアメリカでよく使われたのは、スクーナーで約600ショートトンの氷を運ぶことができた。ノルウェーからイギリスに渡る船には、大きいものでは900ショートトンもの氷を運べるものもあった。船に積み込んだ氷の量を把握することは、 商売の上でも安全のために重要であったので氷のブロックは船に乗せられる前に一つ一つ目方が測られて最終的な操縦量が記録されたバラバラの氷を船に下ろして積むために初めは氷ハサミや引き上げ滑車による原始的な方法が取られていたが1870年代にはテコを利用したプラットフォームや1890年代には カウンターウェイトを利用したプラットフォームが台頭するなど技術革新が進んだ。船への積み込みは氷が溶けるのを防ぐため手早く行われた。アメリカの港では平均的な貨物量であればぴったり2日で積み込むことができた。輸送費は積み込み時の積み20両で決められ、航海中の氷の扱い方の条件が定められた。ハドソン川流域が特にそうだが、 運搬だけでなく保管もできる平船もよく使われた。こうした船は400トンから800トンの氷を運ぶことができ、小船のようにビルジポンプの動力として風車がついていた。平船は甲板の下に氷を貯蔵するため川が断熱材の効果を持ち氷が溶けにくいと考えられていた。 チャーリー・モースは1890年代に氷をニューヨークに供給するためにより、大型で海も航行できる平ら船を導入した。牽引はスクーナーが行い、一層あたり3000トンの氷を運ぶことができた。19世紀のほぼ全期間、ニューイングランドなどの主要な氷の生産地からは、非常に安価に輸送が可能であり、それがこの産業の発達を促した。これらの地域は、 アメリカ内陸部への貿易の玄関としての役割を担っており、すなわち、交易船が多くの貨物を輸送してくる一方で、軌道のために積み込む貨物は乏しかった。貨物が見つからなければ、船はバラスト代わりに眼界を運ぶほかなかった。氷は岩を積まずに利益を生むただ一つの積み荷だったため、ニューイングランドから出港する氷の積み荷は、 他のどの土地から出る場合よりも輸送費を安くするよう交渉できた。19世紀の末にはメイン州とニューヨーク州間の氷貿易に都合の良いことにメイン州でフィラデルフィアの石炭に対する需要が急増した。メイン州の氷を運ぶ船は帰りには燃料を積んでくることができたため氷と石炭産業とまで呼ばれる活況を呈した。 家庭や店舗に氷を配達するために設計されたアークティック社のアイスワゴン1841年以降は鉄道による輸送も行われた。氷輸送に使われた記録が残る初めての鉄道路線はチャールズブランチ鉄道によってフレッシュことチャールストン間に敷かれた。断熱性を高めるために特別な車両が製造され氷を積み込みやすくするために専用の設備も設計された。 1842年にはフィッチバーグまで新しい鉄道が敷設され、ウォールデニ家の氷を運ぶために利用された。氷は溶けないように急いで移動させる必要があった、あったので、鉄道会社の従業員にとっては人気のない積み荷で一般に輸送には注意を要した。1880年代には鉄道を利用して北アメリカ大陸を縦横に氷が出荷された。産地から 一般家庭や小規模な事業者までのサプライチェーンのうち、最後を担ったのが、いわゆるアイスワゴンを用いた氷の宅配である。アメリカでは、氷は25ポンド、50ポンド、100ポンド単位に切り分けられ、アイスワゴンが馬に引かれて、各家庭に氷を配達した。この2馬車に乗っていたアイスマンは、キューブ状の氷をトングで掴んで扱った。 配達は1日に1回から2回行われた。1870年代には大きな町であれば様々な専門の配達業者が存在し、それより小規模な自治体であれば燃料店などの事業者が氷の販売と配達を担った。イギリスでは19世紀の間には氷が各家庭まで専門業者によって配達されることは稀であった。その代わり魚や肉や 薬酒屋など、まず自分たちの商品を冷やす必要がある店を通じて、氷が販売された。氷は、収穫されてから最終的に消費されるまで、その過程の様々な段階で貯蔵が行われる。そのための一つの方法が、チョコオリ庫である。特に、最初に収穫した直後や船から、積み荷として降ろされた後の物流拠点には必ず、倉庫があって、氷が貯蔵された。 初期の貯氷リコは比較的小さかったが時代が下ると貯蔵施設として巨大化していき、はるかに多くの量の氷を置けるようになっていった。事業用の巨大な貯氷施設19世紀初頭の時点では熱力学への理解は乏しく氷を上手に貯蔵するためには貯氷リコを地下に作ることが大切だと考えられていた。これは誤りなのだが地下であれば常に涼しく、 氷が溶けにくいと思われていた。ヨーロッパのチョコオリコもこの理論を踏襲し、収穫した氷を貯蔵するために、時として大変な費用をかけて地下に空洞を作っていた。一方で、バージニア州の農民の間では、木と断熱材の藁だけを使い、地上より高いところにチョコオリコが作られることもあった。これは、工夫が凝らされ、費用もかなり安かった。氷の貯蔵には、 氷そのものの温度に気を使うだけでなく、溶けた水を効率よく排出することが必要である。氷から溶け出た水は、暖かい空気以上に、元の氷を溶かしてしまうものだからである。チューダーは1805年に、様々なチョコオリコを調査し、地上に建てても構わないという結論に至った。彼が最初の頃に、キューバに作ったチョコオリコは、木製の二重壁を備え、 ピートとガクズで断熱しており、通気の仕組みも備えていた。19世紀末まで、これが基本的なチョコウリコの構造になった。しかし1819年には200トン以上の氷を貯蔵できるように、レンガ作りのチョコウリコも完成させている。この時は断熱材として壁の中に木炭が使われていた。1840年代にはフレッシュコ近辺の倉庫は、 総面積が3300平方メートルになるほど大きくなっており、新たに敷かれた鉄道からの出荷が元で火災になるリスクを避けるためレンガで作られていた。しかしチョコーリコは極端なまでに燃えやすいことには変わらず、幾多の火事を起こしていた。シドニーで最初のチョコーリコも1862年の火事により完全な廃墟になってしまった。ダリウス・エディの冷蔵庫。 天然氷を奥仕切りがついているチョコウリコが巨大したことで氷を運び込むことは逆に困難になった。1827年に YES はテコと滑車を用い馬に引かせて倉庫の屋根から氷を運び込む仕組みを導入した。後には技術が進みリフトと馬の力で建物の一番上まで氷のブロックを持ち上げて運び込む仕組みが生まれた。その後、 馬ではなく、蒸気機関を動力とする仕組みも登場した。特に大規模な倉庫であれば、氷を運び込むのにベルトコンベアシステムまで取り入れる、ところがあった。そのための動力となる設備は、チョコ降リコのそばに作られたため、機械から出荷して倉庫が燃えないように気を使う、必要があった。これらの倉庫は、夏の日の光を反射するために白か黄色で塗られる、ことが多かった。 ハドソン側の倉庫は大抵3階建てで大きさは長さ120メートル、奥行き30メートル程度にもなり5万ショートトンもの氷を貯蔵することができた。広大の鉄道に直結したチョコーリコは単体で25万ショートトンもの氷を備蓄できた。それとは対照的にノルウェーにおける氷産業はもともとチョコーリコとは無縁であった。 冬から春になるまで湖から収穫された氷はそのまま出荷された。しかし1850年代から1870年代には無数のチョコウリコが建設され通年氷を出荷することができるようになった。チョコウリコは氷を消費する側の都市にも作られた。最終的に氷されたり消費されるまで輸入した氷を貯蔵するためでデポとも呼ばれた。ロンドンでは 初期の氷デポは円形であることが多く、井戸、ウェールとか、トカカサシェード、と呼ばれていた。スミスフィールドのデポは1871年に建設されたもので、幅13メートル、奥行き22メートル、3000ショートトン弱の氷を保管できた。ロンドンのシャドーエルとキングズクロスにある、後年の氷デポは、さらに大きく、ロンドンに到着した平線と共に、 ノルウェーの氷の保管に使われた。ニューヨークという街はその意味で変わっていて港の近くに倉庫は作られなかった。代わりに平ら線が倉庫代わりにされ時には小舟であっても氷が必要になるまでは水に浮かんだ倉庫のような扱われ方をしていた。家庭や事業所において氷が消費されるためには普通はチョコ売湖から離れたところで しばらく保管しておくことが必要になる。そのため、貯蔵から消費までの間に、アイスボックス、氷で冷やす、冷蔵庫、や、家庭用の冷蔵庫という最後の大事なステップがある。それがなくては、氷を使うことも食用にすることもできない家庭が、ほとんどであった。1816年にチューダーは、リトルアイスハウスという名前で、ボストン式の冷蔵庫を、チャールストンの、 各家庭に発売している。この冷蔵庫は木でできていて内側が鉄の箱になっており3ポンドの氷を入れられるような設計になっていた。家庭用の冷蔵庫は東海岸では1840年代に製造が始まった。最も有名なのはマサチューセッツのダリウス・エディとボストンのウィンシップによるものだった。製品の多くは西部に出荷された。 天然氷が19世紀にどこまで地方の社会に浸透していたかは、このアイスボックスの利用度や認知度が大きく関係している。氷の流通が盛んになったことで19世紀には様々な新しい商品が生み出された。シンプルなのは飲み物を冷やすという使い方で、直接グラスや樽に入れたり、ワインクーラーのような容器に入れて間接的に冷やすために氷が使われた。 氷で冷やした飲み物は物珍しく、はじめは健康に問題ないかと不安になる消費者もいたが、米国ではすぐに懸念は捨て去られた。19世紀の半ばには、アメリカでは、水は可能であれば必ず冷やしてあるものになった。アイスミルクも人気が出たほか、ドイツ風のラガービールのような伝統的に冷やして、飲まれてきた飲料にも氷が使われた。シェリーコブラーや、 ミントジュレップといったカクテルもクラッシュした氷がなければ作られなかっただろう。19世紀のアメリカとヨーロッパでは直接飲み物を氷で冷やすことについて全く捉え方が違った。ヨーロッパ人にとっては不愉快な習慣であり、インドを訪れたイギリス人も現地に在住する同居人が氷密に慣れているのを目の当たりにして大変驚いている。インドのヒンドゥー教徒にも 宗教的な理由から氷が不衛生、不常なものとみなされることがあり、食用にはふさわしくないと考えられている。19世紀の飲み物に合わせて作られたアイスクラッシャーアイスクリームが大規模に製造されるようになったのも氷の貿易が拡大した結果である。アイスクリームは遅くとも17世紀には少量作られるようになっていたが、 製造には多量の氷と多大な労力を要した。氷でアイスクリームを作るには温度を下げるために氷に塩を合わせた混合物を用意し、そこへ材料を注いだ金属容器を沈めて内容物を冷やし固め、さらにアイスクリームらしい軽い舌触りとなるよう材料を休みなくかき混ぜなければならないからである。1820年代から1830年代には、 アメリカ東海岸の都市で氷が身近になったことでアイスクリームは急速に普及したがそれでもまだまだ贅沢な食べ物であった。しかし1843年にはナンシー・ジョンソンがもっと簡単かつた時間にアイスクリームを作れる新しい道具で特許を取得しイギリスやフランスでも同じような器具が作られていった。氷貿易の成長とともにアイスクリームはそれまでより はるかに身近になり、大量に消費されるようになった。イギリスでは、1850年代以降に、ノルウェーの氷が、ロンドンのイタリア人コミュニティで使われだし、アイスクリームの国民的人気につながっていった。氷貿易は、食品の保存と輸送の手段に革命を起こした。19世紀以前は、食品の保存技術といえば、塩漬けか燻製しか存在しないも同然だったが、 天然氷が大量に供給可能になったことで、食料は新たに冷蔵や冷凍で保存することができるようになった。食料を氷で冷やすというのは比較的シンプルな仕組みだが、容器や輸送システムがいろいろある中で、冷気や暖気の流れを効率的かつ安定的にコントロールする方法を確立するためには大量の実験が必要であった。氷防疫の初期段階では、 空気の流れを抑えて、貴重な氷を節約しなければいけない中で、食料も良好な状態で保存しなければいけないという葛藤があった。そのため重要なのは、温度を下げるため氷の上で、いかに空気を循環させるかであった。1870年の冷蔵車初期には、食料の保存といっても少量の農産物を近くの市場まで運ぶというだけの問題であって、 伝統的な保冷器の延長によって対象されていた。メリーランド州出身の技師であったトーマス・ムーアは初期の冷蔵庫を発明し1803年に特許を取得した。これは断熱性のある大きな木の箱で上に氷を入れる鈴製の容器が埋め込んであった。この冷蔵庫は主として単純な断熱効果に依存するもので冷気の循環は行われなかったが、 この構造は農民や小規模な商店に広く受け入れられ違法な模造品が横行した。1830年代には氷が豊かになったことを生かしさらに効率よく食料を保存するために換気を利用した携帯可能な冷蔵箱が食肉の取引で使われ始めた。1840年代には空気を循環させることの重要性について理解が高まり、 氷の供給量が増えたこともあって、アメリカにおける冷凍環境は著しく向上した。鉄道のホームでの氷の保存と積み込み、アメリカで鉄道網が発達してくるにつれ、天然氷は冷蔵車という発明品に積載されて、貨物をこれまでよりはるかに長距離で大量に輸送するために使われるようになった。 最初の冷蔵車は1850年代から1860年代初期に登場した。はじめはかなり素朴な作りで3000ポンドの氷を積み、その上に食料を置くという構造だった。しかしすぐに肉を直接氷のブロックの上に置くと肉が傷みやすくなるということがわかり、その後はフックに肉を吊るす仕組みに変わった。こうすると肉には柔らかな風が当たり、 また揺れ動くことで車内に風が循環した。南北戦争の後で JB サザーランド、ジョンベイと、ウィリアム・デイビスの3人はそれぞれ冷蔵車を改良して特許を取得した。車両の両端に氷を積み上げ空気の循環を高めることで内部を低温に保つというものであった。空気の循環の改善こそが車内に暖かな空気が滞留するのを防ぎ、 積み荷が傷むことを防ぐために大事なことだった。氷を利用する冷蔵車では冷却効果を高めるために氷に塩が加えられることもあった。19世紀のほとんどの期間で線路の規格が異なる路線間で冷蔵の荷物を移すことは難しく、また時間がかかった。氷が常に溶け続けている状況でこれは問題であった。1860年代までに 調整可能な車軸、アジャスタブルアクスルズを備えた冷蔵車が作られ、線路を乗り換える過程が高速化された。傷みやすい食品を鉄道で輸送するために、天然氷は欠かせないものになった。土地して下ごしらえした肉をそのまま輸送することは、輸送費の面ではるかに効率が良く、中西部における産業は、新たな市場を開拓することができた。 実業家のジョナサン・アーマーが語ったように、氷と冷蔵車は、フルーツとベリーの生産を、ギャンブルから国家的な産業に変えたのだった。冷蔵船も氷貿易の歴史の中で生まれた、輸送手段で、傷みやすいものでも海を渡って外国に輸出することが、可能になった。はじめはアメリカから、ついで、アルゼンチンやオーストラリアなどの国でも輸出に使われた。 初期の冷蔵船は氷を積み荷にするついでに冷蔵食品を積むものだった。冷蔵肉を初めてイギリスに輸出した船は鉄道に置ける冷蔵車を本案してジョン・ベイトが設計したもので戦争の両端に氷を置き換気扇を使って肉を低温に保った。ジェームズ・クレーブンがさらにこれを改良し氷と船倉の間にブライン液を流す配管をすることで 肉の温度を低く保ち、かつ戦争内の湿度を上げずに済む仕組みを作った。アメリカ東部を先駆けに、天然氷は漁獲した魚を保存するために、水産業でも活用された。1858年には、グリムズビーの漁船団が海に氷を持って行き、取った魚をその場で保存することで、それまで以上の長距離航海と漁獲港の向上を可能にした。イギリスにおいては、 水産業が氷の消費量では単独の1位にまでなった。天然氷の用途は多彩であった。氷の貿易により、医療現場では病気の治療や症状の緩和に試されたり、熱帯の病院で快適性を高めるために氷を使うことが可能になった。例えばカルカッタでは、現地の病院で使用するため積み荷として、氷が到着するたびに、町のチョコーリコに、 その一部が特別に取り置きされた。19世紀の半ばには、イギリスの王立海軍では輸入した氷を使って、艦船に搭載した砲塔の内部を冷却していた。1864年には、試行錯誤の末に、イギリスからオーストラリアまでイクラを輸出することに成功した。これは、天然氷を使い航行中にイクラを低温に保ったことが、その成功の要因であり、 これによってタスマニア島の水産業に新たな商品が誕生することになった。ありがとうございます。